アミュプラザウラ、アミュプラザ長崎は、長崎県長崎市尾野江町に所在するショッピングセンター。地元での通称は、アミュ、長崎駅と直結している。運営会社は、JR 九州グループの JR 長崎式である。2019年4月1日をもって、社名を、現行の株式会社 JR 長崎式と変更し、同時に、 株式移転をもって JR 九州駅ビルホールディングス株式会社の子会社となった JR 九州長崎駅に直結し134のテナントで構成されるシネマコンプレックスのユナイテッドシネマ長崎が出展しているまた駅に面して FM 長崎のサテライトスタジオカモメスタジオがありカラーズが放送されているまた 5階フロアの上には JR 九州ホテルがあり、2階の売り場フロアにホテルフロントが設けられている。設置店舗の詳細は公式サイトのフロアガイドを参照。1階声優がフロア南側の大半を占める。この他フードコートや土産物店、衣料品店などが設置されている。2階レディスファッションを扱う店舗が大半を占める。 三回メンズファッションの店舗が中心となっているが、フロア南側にあるメトロ書店が全体の5分の1程度の面積を占める。四階東急ハンズとユナイテッドシネマがフロアの大半を占めている。ユナイテッドシネマはアミュプラザ長崎のオープンに合わせて2000年9月21日に開業。長崎県発のシネマコンプレックスであり、3D 上映にも対応している。 8スクリーン、座席数は合計1673席。5階フロアの半分弱がユナイテッドシネマの吹き抜けで占められている。残りの売り場エリアには飲食店がある。ありがとうございます。